皆様、こんにちは。こんにちは。本日は盛岡山荘鶏の演舞をご覧いただきありがとうございます。私はミス山荘鶏の千葉さやかと申します。同じく佐藤杏奈と申します。同じく和田美奈美と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ただいまご披露させていただきました演目は盛岡山荘踊りの復興踊りでございます。悪を追い払い、家の中に福が舞い込むようにとの願いが込められており、福を呼ぶと書いて復興踊りと申します。本日ご来場いただきました皆様にも福が訪れますよう願いを込めて踊らせていただきました。次にご覧いただきますのは七夕くずしという演目でございます。七夕くずしは天の川を奉り、水に願いが届いて豊作となるようにという願いが込められております。七夕くずしに続きまして、栄える夜の踊りと書きます絵朝踊りをご覧いただきます。盛岡山荘踊りは毎年8月1日から4日まで開催され、盛岡山荘踊りが栄えるようにという祈りが込められております。そして最後に披露させていただきます演目は盛岡市大宮地区に古くから伝わる伝統山荘踊りの地方踊りの代表的な一つ、十二拍子でございます。それでは引き続きお楽しみください。